「サンデーチェンジメーカー」これまでの常識を超えて新しい時代を開くチェンジメーカーたち社会や地域を支えるスターたちの思いを届けますこの番組はスタービル博多祇園の提供でお送りします こんにちは田中瑞希です、えー、先週から始まりましたサンデーチェンジメーカーズ今日は2回目になりますが RKB スタービル博多祇園スタジオからお送りしていきます今日のチェンジメーカーは先週に引き続き QB キャピタル合同会社代表パートナーの坂本剛さんです、はい、まあ先週はまあベンチャー企業に投資をしていく、はい、まあ出来のいい子供もいれば そうでもない子供もいるということで、投資するのは難しいんだなっていうことがね。はい、改めて私も感じたんですけれども、じゃあ、どこに投資をするか。本当は全部応援したいけれど、はい、ここは見極めなきゃいけないところですよね。そうですね。その辺のことを聞かせてもらえますか。はい、えっと、大体ですね。えっと、今、私どもが、えー、投資してる会社の数。は、一号ファンドで、ええー、まあ、大体二十五社。 2> で今2号ファンドで、えー、30社弱、えっと、いろんな相談があるんですよねあの、はい、スタートアップの企業さんから資金調達お金を集めたいってことで、えっと、相談があるんですけどもその相談の数っていうのは投資した数の大体10倍ぐらい言い換えると大体10社相談があってそのうちの1社を選んで投資するそのぐらいの大体倍率で投資をしてます。ま、はい、まだまだこの先どういうふういふには 発展していいくか分からない会社でですよねそうですね、うん、まあ本当に企画書だけで判断しなきゃいけないと思うんですけど、はい、そのあたりはどうなんですかまあ何点かポイントがあってですね1点目はやっぱり大学の技術を活用した企業であるとかいわゆるディープテックって言われている分野のスタートアップに投資するんですけどもその、えっと、コアなものの一つがやっぱり技術なんですよね。で、まあ、技術がちゃんといいものかどうかっていうのはもうあの大前提としてあります。 なので逆にまああの技術を目利きするんじゃなくて基本的にいいと思った技術であればまあ前に進めるとただえ会社ができて間もないかったり数年しか経ってない会社っていうのは会社の組織もまたできてないんですよねなので私たちの投資をするときの一つの基準というのは必ずえっと社長さん一番こう責任とリスクを持たれるような経営者の方に対して直接きちんと面談をします これはあのコロナの中でなかなかやっぱりこう人と会うことが厳しかった時があったと思うんですけどもこれに関しては私ともう一人あの代表で本堂というのがいるんですけども必ず2人でえ社長さんと面談をしてえまあこういう話をする中で人をどう見るかっていうのはなかなか難しいんですけどもやっぱりこ,うこの直接会うことによってしか得れない情報がありますよね。このの人が本当にややっぱりりちゃんとと通していただけるのかなと まあ辛い時でもちゃんと耐えて前に進んでいけるような方なのかどうかっていうのをやっぱりちょっと、まあ、これも定性的なあの判断なんですけども見て、うんえっと、最終的に判断するといった形ですかね。はい、じゃあ技術も大事ですがやっぱり人そうです、ね、と言えますね。特にまだ組織があんまりできてないのでもう本当の先生方と、えっと、経営者の方がなんか意見が合わなかったりとか、えー、空中分解して<ー>あの。技術がうまくいいかないよりも多分 人間関係とか組織の問題というのがそういう時にはちょっとストレス発散したくなるような時もありそうですけど美味しいものをあの、はい、食べるのがお好きだっていうふうに伺ったんですけれども、はい、何かグルメな坂本さん <laughs> 美味しいお店をたくさんご存知なんですって まあ自分で言うのもなんですけど結構知ってますよね <laughs> <laughs> え私たちの仕事ってやっぱりこう一つえまあ投資先を探すのも大切なんですけどもやっぱり自分に持ってないえ能力を持った人とつながることも大切なんですよね、うん、それとあと起業家の方にいかにこうえっと合うか、うん、で私たちも会社を選びますけども多分え投資を受ける側も私たちを選ぶんですよね。 その時に、えー、例えばその、えー、コミュニケーションを取るときに、えーえー、単純にこう面談だけじゃなくて、えー、ご飯を食べながら、えーうん、会話をするとやっぱり人のそのなりっていうのはなんとなくこう、うん、あこの人なんか思ってり違ったとかあ<ー>、うん、結構ちょっとなんかあんまりこう礼儀よくないとか <laughs> そういうところやっぱりなんとなくやっぱり人のえっと様が見えてくる、うん、そうですねやっぱり食事をすると打ち解けますよねそうですね グルメな坂本さんは、はい、ビジネスを成功させるための戦略か <laughs> 策略としてそういうおいしいお店を探していたいや結果論ではありますけど、ね、<laughs> あの戦略的じゃないですけど <laughs> もうあんまり言うとちょっといやらしく聞こえるんで <laughs> でもねやっぱりそうやって相手を、まあ、おもてなしするっていうことも含めてやっぱり仕事がうまくいくかいかないかっていうのは大事なんですねいや面白いお話でした <laughs> では最後に 坂本さんが好きな言葉あるいは座右の銘としている言葉などがありましたら教えてください。はい。まあいろいろ何個かあるんですけど、さりげなくダイナミックですかね。さりげなくダイナミック。はい。それはいやこれはあの自分のパーソナルヒストリーなんですけど、小学校の頃まあ友達同士で結構あのおもせな 子供だったので自分でこうなんかサインを考えたりとかん,なんかこう自分の何か座右の銘を考えようみたいなことを友達と話し合ったんですよねその時にえっとあったのがえっとです、ね、多分あの某化粧品メーカーのコマーシャルをやっててその時のまああのセリフが「さりげなくダイナミック」はあ「男の美学」だったんですよ。<laughs> で男の美学はちょ,っとちょっとね恥ずかしいんで <laughs> さりげなくダイナミック。まあ、要はあの まあプロ野球選手とかえっと一流選手も要はこう難しい頃とかをさりげなく取りますよねうん、うん、もう普通の人からするとほんとすごい大変な技術で撮ってるのに何事もなかったかのようにえっと取る、まあ、それが多分やっぱり一流なんだろうなと私もあのね、まあ、投資業っていうのももともとエンジニアで多分まあ50前にえっと今の会社作りましたけど、はい、まあ20代大学卒業の頃にまさか自分で 投資家とか、まあ、30億、70億ですかね、お金を集めるなんて持ってなかった。はい、で、えー、当時は、私はもともとそういう,こう金融の知識がそんなになかったので、えっと、自分でファンドを作るといった時には、皆さんからもう散々言われたんです絶対できない。絶対。で、大学の技術に当時投資するって言ったら、えー、地域の経済界の方、ある方からは、大学の技術に投資するということは、ドブにお金を捨てるもんだぐらい言われたんです今は違いますよ。<laughs> うん、で経験もないから多分立ち上がらないで結果立ち上がったら「ですよね坂本さん」では来られるんですけど <laughs> そこでまあ我慢してさりげなくいてやってることはダイナミックっていうのがまあなんかこう,うまあ個人的にはかっこいいかなと思ってそうですね、うん、いや粋だと思いますその方がねはあそうですか、はい、2週にわたって えー、QB キャピタル合同会社代表パートナーの坂本剛さんにお話を伺いました、はいえー、これからも、えー、九州から世界へ新しい技術を使ったそのベンチャー企業をね、はい、どんどん後押ししていってほしいなというふうに思います、はい、ありがとうございましたお相手は田中瑞樹でした 上質なおもてなしはビジネスを強くし人を笑顔にしますスタービル博多祇園はプロのコンシェルジュチームが接客サービスをご提供するおもてなしオフィスビルです詳しくは「スタービル博多祇園」で検索「サンデーチェンジメーカーズ」この番組は「スタービル博多祇園」の提供でお送りしました。